関係者、ファン、サポーターの皆様、一緒に戦ってくれた選手、
stuff. Yeah. 家族、両親、そして私を支えてくださった全ての方に感謝したいと思います。本当に15年間ありがとうございました。足元気をつけてね。皆さん本当に10年間ありがとうございました。本当に、多くのタイトルを取らせていただき、本当に皆さん、特にこのスタジアムで皆さんと喜びを分かち合えたことが何よりも嬉しかったです。本当にありがとうございました。ただ今年本当に皆さんの期待に応えられなくて、選手全員悔しい思いでいますし、来年もう一回皆さんの力を借りて、必ず1年で J1 復帰をできるように、またこれからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとう。バーボスカリサはあれあれ、バーボスカリサはあれあれ。